ソーシャルメディア集客っていうことでいろんなことやっていますけども、たまたま昨日YouTube で振付家っていうのどれぐらいいるんだろうと思って調べたんですけども、僕とも一人いたぐらいで、振付師とか振付家とかあまりなかったです。で、皆さんダンスの振付師とかイベントをやるときやっぱり振付が必要だと思うんですけども、どこで頼んだらいいかわからないと思うんですね。ですから振付家およびダンサーのご要望は陣ひろしの J28 スタジオまで。ですね、ソーシャルメディア集客という意味ではインターネット上にたくさん露出してたくさんの有益な情報を出せるかどうかなんですけども、今は検索からソーシャルメディア、Facebook とかそういうものにの口コミっていう風に変わってきたっていうんですけども、まだまだ検索もとても大切で、要は自分がどういうキャッチコピーで検索されるかということを考えるといいと思います。突然ですけども、昨日自衛隊がね、170だったから忘れましたけども、アクセスが普段ライブやってない時、陣ひろしのライブ情報携帯サイトっていうのは普段は10、20なんですけど、時々170とか、昨日170だったのかな、アップしてびっくりしました。アクセス解析とかそんなの興味ないので全然そういうの見ないんですけども、露出してどんどんこう出るか静かにしてるかどちらかだと思うと、人生出た方がいいんじゃないでしょうか。これですね、昨日一昨日ともう必死こいて無線 LAN を僕のノートパソコン外でやろうと思って無線 LAN を、契約しました。それ iPhone もそして無線 LAN で使っています。そしてこれからまたパソコンを外へ持ち出すんですけども、陣ひろしとソーシャルメディア Facebook、Twitter、アメブロ、YouTube 動画、ぜひつながりましょう。陣ひろしのアメブロ、陣ひろしの Facebook、 陣ひろしの YouTube、 陣ひろしのミクシー選挙演説みたいになりましたが、そういうふうに検索していただくと出てきます。振付家およびダンサーのご要望は J28 スタジオまで。陣ひろしでした。どうも。寒い。